日産がなんかめっちゃ上がってるですね。まあ日産はちょっと救えないかなって思ったんですがなんか助かってますね。見ますか。今日の日産の1分足こんな感じでございます。これが9時ですね。トン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 。トン,トンダーンダーンですね。<laughs> はい。えっと400円戻しましたよっていうことでおめでとうございます。はい。理由は わかんないですね。はい。わかんないです。なんで上がったか知ってる人いたらコメント欄を教えてください。ちょっと僕わかんないですね。はい。今日も決算いっぱい出ましたよってことで、ザクッとパッ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 って言っていこうかなって思います。1個目が、はい。清水建設でございます。今期計上は32%情報修正で、ハイターも12円増額しましたよーってことで、 清水建設うお良かったですよってなってますね107倍だってすごい今日の1分足がこんな感じで13時に決算ございましたドカーンって上がってうにゃうにゃうにゃーっていう感じでございますねはいプラスですね発行済み株式ソーに対する割合の3.7% 銭湯3.73%の自社株買いを行いますよってことでまあちょっとうね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 ドカーンって感じなんでちょっとまあこれについていくかって言われたらあの個人的にはちょっとああって感じなんですけどまあよかったよってことで配り回りがでございます、ね、はい次がですね鈴県でございますね 今期形状を11%情報修正しましたよ。はい、プーラー数ですね。発行済み株式総生に対する割合の7.21%の自社株がやってきます。ここは15時の場中決算でございました。トーン上がって、うにゃうにゃうにゃ。4800円と5400円のレンジかなって思います。鈴県って何をやっとる会社でしょうか <laughs> ちょっとわかんなかったです。 えっと、独立系の医薬品卸大手 M&A 営業やってるよ。子会社医療品製造鈴軒らしいです。医薬品関連ですね。ちょっと初めて知りましたね。っていう鈴軒ですね。配当利回りは1.92%でございます。 今の株価は 5, 円でございましたここもねすごかったですよ SWCC ですね今期計上を31%情報修正で最高益予想を上乗せ配当10円増額しましたよめちゃめちゃ決算良かったですよ、はい、今日の1分足です15時に決算発表があってドアダーダーダ,ダーって上がってストップ高ですね6900円のストップ高になっております ここで100株買っとったらば、なんと9万円。9万円 ?900 円。9000ですね。100株買っとったら9万円一瞬で取れたよっていう、もうドリームですね。SWCC ドリームがつかめたわけなんですが、今の日足が、はい、こんな感じで、週足が、おお月足が、おおなんかサンリオみたいな、ね。 なんかどんどんパッ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 パーって感じになってますけれどもここは何をやっと会社と電線へえ電力インフラ系や地震を耐えるやつに関連ですよ車関連の強化ですよあ夜券ってこと古川電とか藤川藤川やない藤倉とかいやー電線が今強いんだって今待ってほらあ古川 でしょさっきの SWCC ですかドーンってああ電線を決算またぎしとけばよかったってお話ですかふわーちょっとちょっと SWCC って初めて知りましたねはいあの藤倉と古川電電工と仲間ですね最近調子がいいですよ電線関連ですね藤倉みたいに明日もなんかわかんないですけど一瞬なんかパパパッパッパッ ああ、ソフトバンクですね。髪期最終が黒字数字を着し、黒字赤字あったんですか <laughs> こんなにちょっと数字良くなかったんですかソフトバンクって。はーい。あ、黒字になったようですね。今日の1分足がこんな感じで、ダッダッダー下げて、わここ、冷やしこんな感じで、結構ね、まあ、地味に綺麗ですね。で、 なんと今の PTS が9820でパーンって上にはねてるんでまあね乗りやすいかなって個人的にはいやーわかんないですけどはいうんまあちょっと上にこういったねっていうお話でございますねマジでここかなって思うんでちょっとパーンいったんでちょっとちょっとわかんないですけど多分明日はデートレで多分触られやすいのかなって思ったり思わなかった 名村造船ですね。今期計上を20%増益に情報修正して、11期ぶりに最高益配当5円増額しましたよ。おーいいじゃないですか。めちゃめちゃいいですよ、ですね。今日の1分足がこんな感じで、まぁ、あ、ちょっとガガガガって午後にかけて売られて、レンジでわーで決算に向けてちょっと変われたって感じですかね。日足がこんな感じで、まぁ、あ、ちょっと、 まあ、レンジでちょっとここ抜けたいなーですかね。PTS は1980円でちょっと上がってるので、まあ、もうちょい、もうちょい個人的には欲しいかなって。ちょっともうちょい、2000円こう抜けられたらちょっと買,い買うんだったらばですね。じゃわかんないですけど、ちょっとあれかなっていう。ちなみに名村造船っていうのは一時期すっごい話題になりました。SNS で。あれは夏の出来事ですね。 まあこの辺でちょっと結構うわーって煽られ、煽られたちょっとわかんないですけど、うわーって変わり始めて、ちょっとブームが落ち着いて、ちょっと今こんなになってるよっていう状態ですね。船を作っている会社でございますね。配当利回りは1.9%でございます。 青山商事でございます。今期計上を4%上報修正で配当を66円増額しましたよ。あー、決算はちょっと、あー、なんですけれども、なんとここですね。配当利回りが驚異の9.52%あるんですよ。これってすごいですよね。 まあちょっと上値重いかなって見受けられますけれども今日終わり年の株価が1334円ちゃけど PTS ですでに300円ぐらい上がって1634円になっておりますここ何やっとどうん紳士服専門採用て青山ああ洋服の青山ですか <laughs> そうですかあですかねあっちかったらすいません 青山って青山ですかスーツの会社ですかスーツ作ってますよとかあとなんか靴とかやってますよ飲食もやってますよですね、まあ、っていう青山商事が配当にもあり脅威の9.52%ありますけれども皆さんどう捉えますでしょうかちょっとコメント欄に書いといてくださいパパパパパパパッいて言ってはい、はい、今日のメインこちらでしょうか 決算の根拠、来ましたね。東京エレクトロン、今期形状を10%上方修正、最高益予想を上乗せ、配当52円増額でございます。うわーすごい。 守護すぎる。ちょっと、格上すぎる。プラス、発行済み株式総数に対する割合の0.8%自社株がやってきますよってことで、今の株価が22,605円で終わっていたんですが、PTS で23,890円ってことで、現段階では東京エレクトロン100株だけ決算またぎした方でも、プラス10万円くらいは確定しているので、おめでとうございます。 ただチャート見てください。冷やしですね。個人的にはですね、あの、あんまりね、良かったけんつって、あんまり行こう、買いに行こうぜーってなんないんですよ。まあ、冷やし見たらばですけど、ちょっともうレンジ、一生エレクトロンレンジなんですよ。もうずっと最近、あんま動きなくて、デイトレもあんましきれないというか、もうする気があんまあれってなってるって状態ですね。まあね、 23,890円なので、まあ、ここでしょうあ。ちょっとまだレンジの中って見てるんで、私はね。見てるんで、あの、これについていこうぜとは、ちょっと、まあ、持つんだったら、まあ、24とかですかね。24,000円ぐらいで、一旦ちょっと切った。まあ、だ持つんだったらですね。はい。って思っちゃいますね。はい。あすいません。はい。 てな感じで、えっと、増益増配自社株買いかましてきましたよ、エレクトロン。ですね。おめでとう。もっとおいしと。まあ、PTS の今の現段階ではの話ですけどね。はい。<laughs> ってことで、配当利回りが2.53%。半導体の割には結構いい方じゃないでしょうか。うん。 まあ、配当目当てで半導体買うはちょっとあんまりなんかどうなんでしょう。あんまり個人的にはいるのかなって思うんですけど、いるんですかね。まあ、こうやって決算こう見とったら、次の日ちょっとね、こう、ドゥワって上がったら、こう、ちょっとこう乗っていこうぜっていう見方もできるし、まあそこが寄り点っていう可能性もあるんで、まあ本当にちょっとあれなんですけれども。 まあ、っていう感じですね見った方がいいよですねいやまあにしても青山商事ってところの配当利回りの9点何パーセントはすごいなって思いましたけど うわどうなんでしょうね。はい、こんな感じで株の話をちょろちょろっとしてるチャンネルではございますので、また動画作ろうかなって思いましたので、よかったらチャンネル登録と高評価の方をしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。あと、毎朝データのライブしておりますので、よかったらお時間ある方遊びに来てください。ですね。あ、昨日ですね。あの、寝ぼけてちょっとテスラを50万円分ぐらい買っちゃいましたね。あ、テスラって、何やってんだっけ電気自動車でしたっけ ロボットでしたっけちょっと上がりすぎ土点でつかんだを気がしなくもないですけど今ちょっとそれがちょっと怖いですね今日の夜あとねビットコインねあの某あの某某海外講座であのまあ、ちょろっと、F、FX とか先物とかなんか商品なんかあれなんかコインとか買えるとこがあるんですけど それ,とそれの前、入金ボーナスでなんかもらった分が余ってたんで、もうこれの分もなくなってもいいやと思う覚悟で、昨日寝る前にもしブワーって上がったときになんか嫌やと思って、このビッグウェーブに乗るしかねえ、もし乗れんかったときがなんかうわーってなるからと思って、全ベッドしたんですよ。そしたら一晩でプラス40万とかになってビビってますね。 仮想通貨の力ってすっげえって思っちゃいましたね。はい、以上です。